デラックスブラウンカルビ。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。来ました。で、今日はですね、もう清水の舞台から飛び降りたつもりで、デラックスブラウンハンバーグで、しかもカルビがついてるセットをしました。それでは、これね、昔商品化してたんですよね、このハンバーグ。そのソースをもう一度リニューアルして再登場で、これね15時以降しか食べれないんです。ことで気をつけてくださいね。はい、皆さんこんにちは、そしてこんばんは。のみすけ調理師のおしょぶです。まずは乾杯ですね。乾杯。バイト上がりなんですよ。今日は松屋さんにお邪魔しております。目的は2月の1日から始まりましたディナー商品ですね。デラックスブラウンソースハンバーグを食べに来ました。2月の1日に食べたかったんですけどね、2月の1日同時発売で豚丼があったんで豚丼を食べたんですよね。ということで今日になってしまいました。はい、ありがとうございます。はい、すみません、ありがとうございます。来ました。で、今日はですね、もう清水の舞台から飛び降りたつもりで、デラックスブラウンハンバーグで、しかもカルビがついてるセットをしました。1000円近くしますけどね、まあ、僕の中ではかなりの大ジャンプで、清水の舞台から飛び降りましたね。はい、それではじっくり見ていただきましょう。これが、デラックスブラウンソースハンバーグですね。目玉焼きとウインナーとポテサラがついてます。よく言えば目玉焼きはもうちょっと半熟の方が良かったかな。まあまあ別に文句はないですが、それに今日はカルビをつけました。贅沢ですね。お盆とお正月が一品に来たみたいな感じですけども、まあその言い方自体がもう古いね。焼肉のタレ甘口、お盆と正月が一緒に来たみたいとか使わないですよね。まあまあなんだろう、中高年同士の皆様は使っているかもしれないけど使わないか。それじゃあいただきましょう。まあね、私は主役からいくタイプなので、それちょっとのけてね、この感じね。あ、もう硬いな。半熟が良かったな。さあ、それではこれね、昔商品化してたんですよね、このハンバーグ。そのソースをもう一度リニューアルして再登場で、これね15時以降しか食べれないんです。ことで気をつけてくださいね。朝とか昼来てもないですからね。断面こんな感じです。うん、結構胡椒が効いたような感じのハンバーグですね。皆さんロイヤルホスト行ったことあると思うんですけどね、ロイヤルホストの高い方のハンバーグじゃなくてロイヤルホストのランチのハンバーグ、分かってくれる人もいると思うんですけど、あれよりまああれぐらいかな、それぐらいまでにもうソースが美味しいって感じですかね。なかなか美味しいです。十分スプーンでスーッと切れますしね。で確かにソースうまいね。ご飯と合うわこれ。ちょっとね、肉のスープは大きめな感じ。ハンバーグでご飯を食べてウインナーとか卵とかで飲むというパターンかな。これは朝ごはんでも使っているんだよね。うまい。僕結構この単品でね、ウインナーと目玉焼きの商品あるんですけど、結構そういうの飲んだりもしますからね。このポテトは多分ポテト単品のポテトと一緒だと思うんだけど、このデラックスブラウンソースに絡んでるとちょっと変わるんじゃない？やっぱりデラックスブラウンソースうまし。ちょっとガーリックの風味も上がってくる。いいね。当てになるなこれな。うまいこと半熟でやってくれたらここでドッバーンってやるんだけど、残念。これは残念やな。でもまあこれは好みだからね、これぐらいは好みの人もいるでしょうけどね。まあ卵だから美味しいよね。あとはね、このブラウンソースとご飯の相性ですけど、ハンバーグと食べて相性がいいのは間違いないと思いますが、一応検証ということでね、こんな感じで。こういう食べ方で嫌いな方はごめんなさいね、本当に申し訳ない。これはうまいわ。しかもね、今日はねカルビつけちゃったんですよね。カルビうまっ。カルビに焼肉のタレ甘くつけてご飯だったらもう流し込めるよね。さあカルビにね焼肉のタレ甘口を絡めて、しかも大根おろしを巻き巻きして、いいさあ。これはこれでね、あっさりしていいんですよね。それでは恒例の、恒例だとかわかりませんけど、恒例の断面チェックドーン。こんな感じですね。割とね食べた感じね、肉の粒がちょっと粗い感じで、さっきも言ったんですけど、ロイヤルホストのランチのハンバーグに食感は似てますね。味は違いますけどね。あとはちょっと飲みすけとしてはこのポン酢ですね。飲みすけとしてはこのポン酢をちょっとこの大根おろしを落として、これをねおつまみ、もう全力でおつまみを楽しむパターンね。ごちそうさまでした。ビールに2本目行きたかったけど、今日ちょっとね帰るの都合で酔うわけにいかないので、ここでやめておきます。この定食ね、十分ビール2本飲みますけどね。通夜の15時からのディナー専属のデラックスブラウンソースハンバーグ、なかなか美味しいです。一度お試しください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。